親ネットの平林のボールです。今回ですね、安曇野初グローカル経営の、進め、こんなテーマでですねお話をさせていただきたいと思います。私どもこのグローカルっていうこの言葉を知ったのがですね、1996年日本経済新聞社がですねインターネットのこの啓蒙ビデオをこう制作したわけなんですね。でその時にですね、私どもインターネット安曇野がですねグローカル商品の販売方法、この、事例っていうことでですねこう取り上げていただいた、ここでですねこのグローカルってこう言葉を、知ったってこう経緯があります。で実際こう20年こうくらい経ってるわけなんですね。こう経って言えることはですね、改めてこのグローカルっていう考え方をですねもう一度こう再認識しましょうっていうこういう話なんですね。で実際にですねこう顕著に大きくもう世界がこう様変わりしている、これは何かって言ったらですね、まさしくこれインターネットもそうなんですが、この全てがですね物とかことがこう情報化されてですね、いわゆるコンピューターにこう集積され、それがインターネットに乗りながらですね、ある意味ではもう情報っていうものをですね、逆に言うと現実の世界のこの裏の世界がですねこう形成されているわけなんですね。で実際この物自体もですね、特にこういわゆることと物のこう中間みたいな形でですねこう証券化っていうのが進んでいるわけなんですね。ある意味良いものも悪いものもある意味ではこう一緒くたにしてですね、この質量でですね、いわゆる それに対してこういわゆるこう価値をつけていく、ですからこの責任がないってことなんですね。逆に言うともう後ずさりのできないようなこう状況っていうところで実際こう経済が動いてるわけなんですね。ですからこの情報化がどんどん進んでいくと何が起こるかっていうと、情報が一元こう集約されるわけなんですね。でどっかにこう集まってですね、これが情報がお金を生むっていうことのこう象徴なんですが、ある意味ではこの富のこう集中っていうものをですね、情報化っていうものを通していわゆる一極集中動いていくってことなんですね。で証券化っていうのも実際にも実態から離れてですね、いわゆるこの情報がいわゆる 商品化ってことはそういう証券化ってそういうことかと思うんですが、いわゆるこの、デジタルの世界がですねいわゆる、動いてる、で実態とはもう別なところにこう経済が動いてる、顕著にですねこういう方向に今動いてるかと思うんですね。ですからこの情報をコントロールするものがある意味ではこう世界をこう制覇するようなこういう大きな流れですね、あるいはこの証券化、いわゆる金融の世界をですねいわゆる牛耳るもの、あるいはこう商品化、この証券化ができればですね、どん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 とそういういわゆる仕組みのところにお金が移っていく、でこの責任に対してはいわゆるこれはこの景気のせいだっていうところでいわゆるこうお咎めなしみたいな形で実際動いてるわけなんですね。ですから今一番こう仕事をやってる中でですねこう気をつけなくてはいけないっていうのは、この仕事をやってる、事業者がですねどん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 とこう自分のアイデンティティっていうのか、ものづくりっていうのか、自分っていうものを失いながらですね、いわゆるこのなんかこう権利だけでいわゆる仕事をしていこう、ソフトだけで仕事をしていこうっていう、ここにこの大きな落とし穴ですから、ある意味こう主体性のないいわゆるこの事業っていうものっていうのはどんどんこう集約されていくわけなんですね。いわゆるこう一極集中、こういわゆるそちらの方にどんどん流れていってしまうわけなんですね。でこれに伍して戦うっていうのは一体何かっていったら、まさしくローカルになるってことなんですね。安曇野は世界の中心だ、安曇野の中でですね一元こうマネジメントのできるしっかりした個性があって、この中で仕事をいわゆる作り売るってことができる、で足りない部分を外からいわゆる外のネットワークとリンクしていく、ですからあくまでも個ってものが主体であるっていう、この辺の認識を忘れてしまうと、いわゆる個が個性を失ってしまうと、本当にこう全体に飲み込まれていってしまうっていう、こう怖さをですね実際今世界規模でですねいわゆる起こっていると思うんですね。これがこのグローバリゼーションってことかと思うんですね。グローバル化ってことですね。ですからこの実際にこう
こう例えばパリのこういう何ていうんですかね、あのテロとかですね、いろんなベルギーとかいろいろありますですね。でアイノとか、あるいは民族のこう大移動が起こってるわけなんですね。いわゆる本当にこう今までのそのいわゆるメリハリっていうものはですね、ボーダーレスにどんどんなっていって、いわゆるそのいわゆる何ていうんですかね、この実体がなければないほど、いわゆるこう大きな力っていうのはこう一極集中していくような、実際そういう怖さっていうものを実際今こう秘めてると思うんですね。ですから改めてですね、このグローカル、グローバリゼーションではなくてですね、グローカリゼーション、いわゆる個が主体になっていわゆる全体を構成していくんだっていうですね、ある意味ここら辺の一つのこうこの心の武装ってものをしていかないと、まさしくこれ大きなですね、もう国ではなくてですね、いわゆる金融とかですね、いわゆるこのこうデジタル化の世界にですね、デジタルをコントロールする人たちにこう全部こういわゆる持ってかれてしまう、で子が子ではなくなってしまう、こう時代が来るんじゃないかっていうところだと思うんですね。ですからまさしくこう日本のですね、こう生き方っていうのか、ものづくりっていうのか、本当にこう一対一対応っていうんですかね、作って売る、このまあこれを越してですね、このレバレッジみたいなですね、ましてや借金をレバレッジとかですね、人をレバレッジというような形でですね、いわゆるこの進めていくこの仕事の仕方ってところがですね、実際そういうものに対してストップって言えるようなですね、この自分たちのこの主体性っていうのか、汗水垂らしてこう働くっていうことを良しとするですね、この辺のものをまずもう一度こう仕事の中にこう取り込んでいこうっていうことがですね、このグローカル経営のですね、一番こう根本にあることだと思うんですね。ですから安住の世界の中心だ、いわゆるここでしっかりした安住のらしさで、それぞれの地域がいわゆるこの世界の中心だってことなんですね。私が世界の中心だ、安住のが世界の中心だ、私の会社が世界の中心だって位置づけを取りながら、いわゆるここが主体でありながら、いわゆる今度は世界に向けてですね、リンクする、どっから見てもいわゆる主体者がですね、いわゆる世界の中心だって言えるこのものの考え方、心のその武装ってものをですね、もう一度改めてここでやっていかないと、ただこのお金儲けとかですね、いわゆる実体のないお金ってものは実際こう溢れてる時代のわけなんですね。ですがその中でいわゆる質のあるお金って一体何だってことをもう一度こう確認するためにもですね、このグローカルっていう概念ですね、グローバルではなくてグローカル、いわゆるグローバルとローカルの合成語ってことなんですね。ローカルがあってグローバルがあるっていうこういう考え方ですね。ですからこの辺のところをもう一度こう、まあ、考え直すいい機会かなと思うんですね。で私に今この大谷ネット、まあ大谷さんのですねネットワークを作って、大谷さんのいわゆるネットワークの中で経営っていうものをこうマネジメントしていきましょうっていう、こういういわゆる共同体を大谷さん作りましょうってこういう運動してるわけなんですが、まさしくこの共同体っていうのをですね、いわゆる農業だったらこの自作農っていうのか、自分でいわゆる土地を持ちながら自分でいわゆるこう稲作ができる、こういう自作農のいわゆるこの集団がですね、ある意味では労働のいわゆるこう貸し借りっていうのか、いわゆる総裁ですね、総裁をしながら実際に大きいお金をかけなくても実際大きな仕事もできるこのいわゆる組織っていうものを、いわゆる農業の中では実際こう作ってきたわけなんですね。ですからこういうものの考え方っていうものを、まあ大谷さんもこういう一つの大谷、隣の大谷さんとある意味いわゆる情報の共有っていうものをしながらですね、お客さんのいわゆる紹介をしたりされたりする、いわゆるそういう関係っていうものをいわゆる町の中に作っていきましょうっていうのは、これ大谷ネットの考え方なわけなんですね。ですから今のままでいってしまうとですね、いわゆるこの町に住みたいっていうお客様情報がこの、まあ、賃貸ショップにですね、こう一元集約されてしまうわけなんですね。ですからまだまだ日本の場合はですね、良心があるからある意味のこうやり取りっていうのはこうスムーズにいってると思うんですが、いわゆるあまりにもこのお客様情報が一極この賃貸ショップにこう集約されてくるとですね、まさしくこれ外資っていうのか、いわゆるもうそういうもう見方でこう
見てるわけなんですね。ですからそういうものをストップさせるにはですね、日本が日本らしく日本らしさを失わなくですね、こう生活のできる環境を維持するってことにおいては、まさしくこの大家さんがいわゆる一つ一つのマネジメントの単位になって、いわゆるお客さんを集めるっていうことも大家さんができるっていう仕組みを持って、自作のですね、こういう形を持っていわゆるこのアパート経営をしていきましょうっていうのがですね、まあ、この親ネットでいうこのグローカル経営ってことなんですね。ですからどの分野のこの事業においてもですね、まさしく自分がいわゆるこのプレイングマネージャー、まさしくこう自己完結型のですね、いわゆるこの仕組みっていうのをいかにこういわゆる用意していくか、まあ、これがですねこのグローカルの一つの生き方であれですね、この今のこのグローバリゼーションに越してこう戦えるですね、こういわゆるまあ力を得るこの経営システムじゃないか、お互い様のこう経営システムじゃないか、まあ、これがですね安住の初グローカル経営のまあ進め、まあ、こういう話なんです。